ぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですね、こちらのふんどし、じゃじゃん、村雲染め、藍染めの村雲染めっていう6色、染め方の6色ふんどしでございます。結構ね、綺麗でしょ。はい、これをね、進めていきたいと思います。端を加えるんですけども、円柱ふんどしね、外していきます。よいしょ、外してこれの、はい、端を加えて綿に立てていきます。これね、締めるところによってなんでしょう、柄が変わるので、面白いですね。そういった意味でも面白いかなと思います。で、後ろです。後ろ、これだとね、ちょっと短いので長さ調節をしていきましょう。はい、ちょっとこっち少し口に加えてる方をね、短くすればこっちは長くなります。で、あとそうだ、サムネイルとか、はい、サムネイルの画像をグッと撮らせていただきますこれね、大事だ。最近ちょっとね、違う画像にしてたりするんですけど、やっぱりこれが一番人気みたいです。はい、で、上からかぶせて、下から上とくぐらせて、左側に下から上1、2、3とくぐらせます。はい、基本的なね、締め方はいつもと一緒です。で、しっかりと下からですね、包み込んでいただいて、上にグッとね、引き上げます。しっかりテンションをかけていきましょう。で、その後ですね、上から下へもテンションをしっかりかけていただいて、股に通していきます。この時にね、白い部分とか、なんかこう出ればいいんですけど、今回あんまり出なかったかな。あんまり出てないですね。まあ、締め加減によって毎回柄が変わるので、あと上下逆とかね、はい、するとね、面白いと思います。さあ、左から右に行くときに縦道にくぐらせていきます。1、2と、で、最後左の横道に1回くぐらせた後、右にひねっていきましょう。あれ、ちょっと短いな。1、2、3回いかないですけど、まあ、2回ぐらい締めていれば緩まないと思います。ちょっとね、短いですね。はい、まあまあいいでしょう。はい、これで完成です。いかがでしょうか、村雲染めのね、6色ふんどし。まぁ、ちょっとね、藍染め無地みたいになっちゃいましたけど、はい、まぁ、ちょっとね、色の変わってる部分が出たんじゃないかなって思います。ね、ぜひこれもね、藍染めの6色ふんどしのオプションから無地と村雲染めって選べますので、ご興味がある方は購入してみてください。それではね、いいねと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた明日お会いいたしましょう。たぬきちチャンネルでした。バイバーイ。よいしょ。